スーパーアグリ SA07 は、スーパーアグリカ1チームが2007年の F1 世界選手権に投入したフォーミューラ1カー、ピーター・マックールとベンウッドが設計した。2006年シーズン終了から約1ヶ月後にあたるバルセロナテストでは、ホンダとチギ研究所と協力して開発された新しいシャーシを使用した。年が明けた2007年のテストでも暫定マシンで、 テストに励んでいた。そして、暫定マシンをベースに、SLA7 が製作された。しかし、テストで使われた暫定マシンは、ホンダの2006年型である RA106 に類似しており、今後カスタマーシャーシ問題へと発展するが、FIA の検査において違反がなかったため、2007年シーズンで、使用が可能となった。2007年シーズン終了後、チームは、 SA-07B という白くペイントされたマシンでテストを行っていたが、これは改良版ではなく、ホンダ RA-107 とほぼ変わらないもので全くの別物である。ちなみにこのマシンをベースに2008年用マシン SA-08A が開発されている。ホンダ技術研究所と協力して製作された新型マシンの SA-07 を導入したものの、ウィリアムズやスパイカーなどのチームは、 SA07 がコンコルド協定に違反するカスタマーシャー氏であると主張、提訴も辞さない構えでいた。スパイカーは開幕戦オーストラリア GP の予選直後に異議申し立てを行い、その後提訴に踏み切った。本件についての結論は未まだ出ていないが、レースへの参加は FIA によって認められている。判決が出るまでには時間がかかることなどから、同シーズンアメリカ GP 中のミーティングにて、 バーニー・エクレストンから該当する会3チームはシーズン終了後に受け取るであろう TB 放映権利等分配金をプールし平等に分け合うという調停案が提示されたがマクラーレンによるスパイ事件によって同チームのコンストラクターズポイントリザルトが抹消されたことでマクラーレンの再開が決定しスパイカー会1は調停案を受けずとも分配金を享受することができた その後、コンコルド協定の改定協議において、2010年以降のカスタマーシャーシの使用は禁止とし、それまでは、スーパーアグリ、スクーデリア、トロロッソの2チームに対しての使用を認めることが決定した。これにより、スーパーアグリは、オリジナルシャーシを開発するだけの施設、人材を早急に集める必要が出てきた。バーレーン GP で、 アンソニー・デビッドソンがドライブする SA07 日本 GP で佐藤拓磨がドライブする SA07 佐藤拓磨が第4戦スペイン GP でチーム初の入賞ポイント獲得を果たした第6戦カナダ GP では前年王者のフェルナンド・アロンソを残り3周でオーバーテイクして6位入賞を果たしたありがとうございます